高田茜は東京都葛飾区出身のバレリーナ。2008年9月より英国ロイヤルバレエ団に所属する。現在の階級はプリンシパル。実家は祖父母と両親、兄一人、本人の6人家族。長女にして末っ子だった。3歳の時、隣の江戸川区で高橋博美にバレエを習い始める。高田をプロ入りまで指導した高橋によれば、 おっとり優しい気持ちを持つ少女で、もともとバレエの素質があったという。1999年2月、小学2年の時、日本バレエ協会主催のドンキホーテ公演で、子役のキューピッドの一人として出演した。この時の主役は、吉田ととほせカレーニョであり、高田は同じ舞台に立つ吉田に憧れを抱いたという。2006年1月、中学3年の時、 NBA 全国バレエコンクールで審査員、特別賞を受賞。チャコットが提供する奨学金を得て、同年9月からモスクワにあるボリショイバレエ学校に留学した。当初は留学生クラスに入れられたが、後にナタリア・アルヒポワが担任するロシア人クラスに移り、クラシックの他性格舞踊や歴史的舞踊も学んだ。ボリショイ在学2年目の2008年2月、 17歳の時、ローザンの国際バレエコンクールに出場して、プロ研修賞と観客賞を受賞。研修先としてロイヤルバレエ団を選び、同年9月に研修生として入団した。研修生として最初に与えられた役は、白鳥の湖の軍部だった。翌2009年5月には、ーマリオット振付の新作、センソリウムの初演キャストの一人に選ばれる。 最初のシーズン途中の2009年1月に生団員としての契約を提示され、9月にアーティストとして正式に入団した。2010年秋にファーストアーティスト、2011年秋にソリストに昇格。2011年12月には初めての全幕物の主役として、くるみ割り人形のコンペイトーの聖を踊った。2014年3月には眠れる森の美女の 主役オーロラ姫を踊り、シーズン終了後にファーストソリストに昇格。2015年3月には、白鳥の湖の主役、オデット、オディールを、12月には、アシュトン版、二話の鳩の少女役を踊る。翌2016年3月、ジゼルの主役を踊り、シーズン終了後にプリンシパルに昇格した。高田の踊りに対する形容として、 しばしば、輝きという言葉が用いられる。ソリストに昇格する以前から、シルビアのヤギや、オネーギンのオリガといった物語作品の役において、基地や純真さなどの役柄の表現を評価する声があった。2014年に踊った、眠れる森の美女では、オーロラ姫の内面を描き出したことが評価されていた。高田にとって、ジゼルの、 タイトルロールを踊るのはかねてよりの念願だったという。ボリショイへ留学する前の2006年9月には、テレビ番組、学校へ行こう。マックスへ出演、ポリーナ・セミオノワと対面し、ジゼルのバリエーションについて助言を受けていた。東京の実家では、犬と猫を飼っていた。小学6年生当時の練習時間は週に15から20時間だった。 2016年、ボーグ・ジャパン・ウィメン・オブ・ザ・イヤー2016を受賞。紫は演目における主役を表す。は、当該演目の初演、初日への出演、は初日ではないが一連の初演の中で出演したことを表す。同じ役、相方での同一演目の出演は、最初の年のみ記した。2011年夏頃の記事では入団実記について、 研修生になって5ヶ月後に正式入団しと自ら述べていた。これはシーズン途中から有給での出演となったことを示唆している可能性があるが、ローザンヌ賞の給付との関係は不明。ロイヤルバレエ団のダンサーたちが出演する実験的な公演で通常のバレエ団公演とは区別されていた。A、例文、渡りガラスの位、世界初演のみを問題とし、 他のバレエ団や舞台で上演済みの、いわゆるバレエ団初演は無印とする。公式サイトその他のサイト。ありがとうございます。